皆さんは中野太郎という人物をご存知でしょうか。彼は五代目山口組で最高幹部の地位にありながら、山口組若頭である匠勝の暗殺計画を主導した男です。しかしこの事件の黒幕には驚くべき人物の存在があったと言われています。また後に彼は自身のヤクザ人生を振り返り、生き地獄だったと語っているのです。今回は中野太郎の生い立ちと彼の周りで起きた事件について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。警察の内部資料によると、中野太郎は1936年10月静岡県に生まれ、長崎県の小中学校を卒業しています。その後高校に進学した彼はすぐに中退し、大阪に出ると当時独立組織だった住田組の住田組長に世話になったそうです。しかしその直後の1959年に殺人事件を起こして懲役8年の実刑判決を受けています。その後出所した中野は住田の紹介で三代目山口組の若頭である山本健一を訪れ、1969年6月彼から杯を受けたことで山口組系山健組の組員となりました。また彼はここで後に五代目山口組組長となる渡辺義則と知り合い、彼の組織である健龍会の相談役に就任します。その後1978年には20人余りの若い衆を連れて自らの組織である中野会を結成しました。そのような中、山口組では新たな問題が発生します。なんと三代目山口組組長の田岡が急性心不全で亡くなり、若頭の山本も病気で急逝してしまったのです。ここで渡辺が山健組の組長を継承したことで、中野は山健組の舎弟頭に直り、引き続き彼と行動を共にするようになりました。それからしばらく経ち、山一抗争が終結した後の1989年、渡辺が五代目山口組組長に就任すると、中野は直参に昇格し、翌年には三代目山健組を継承した桑田兼義と共に若頭補佐に就任したのです。ここで若頭には匠勝がつき、彼を含む幹部が渡辺をサポートする形で山口組を運営していきました。一方、中野は新たに設立された風紀委員に任命されるなど、順調に出世していきます。また、中野会は五代目が発足した山口組で二次団体となっており、首都圏をはじめとする全国各地に進出したことで勢力を拡大していきました。このように武闘派として名を馳せた中野は、傷害や恐喝でたびたび懲役に行き、その暴力性から喧嘩太郎や懲役太郎という異名を持っていたようです。一方、義理人情には厚く子分思いの面もあったことから、中野会には多くの組員が集まり、最盛期には2000人近い構成員を有する巨大組織となりました。さらにその団結力や戦闘力は山口組内でも随一であり、他の組織はもちろん山口組内からも恐れられたと言われています。そのような中、中野会と京都の独立組織である四代目会津虎徹会との間で抗争が勃発したことをきっかけに、中野は会津虎徹会系組員から命を狙われるようになりました。そして1996年7月10日、中野が京都府八幡市の理髪店で散髪しているところ、2名の会津虎徹会系組員がやってきます。すると彼らは中野に襲いかかったのです。この時、中野会の若頭補佐で中野のボディーガードを務めていた高山博夢はこれに気づき、隠し持っていた拳銃を取り出します。そして2名の会津虎徹会系組員を射殺しました。こうして襲撃犯は命を落としたため、中野に怪我はなかったようです。その後彼は襲撃の対象として狙われたものの、ボディーガードが相手を射殺したことにより中野も事情聴取を受けることになります。ですがこの間に山口組の若頭である匠勝が自らの判断により会津虎徹会と和解してしまいました。そして事情聴取が終わり解放された中野は、この和解を後から知ることになります。彼の立場からすると、自分が命を狙われた当事者であるにもかかわらず無断で和解が行われていたことになるのです。結果として中野は匠に対して激しい不満を抱くようになり、山口組の若頭である匠と最高幹部である中野との間には対立関係が生まれるようになりました。
そのような中、驚くべきことに、中野会で若頭補佐を務める吉野和俊が匠の暗殺計画を企てます。彼は自ら暗殺計画の総指揮官につき、中野会からはターゲットとなる匠の動向を探るための偵察部隊と実行犯となる襲撃部隊を選抜しました。そして当初は匠を東京で襲撃する計画でしたが、偵察部隊が東京都内での活動を行ったものの、彼の動向を捉えることができず、東京での襲撃は中止されます。その後、匠の行動を東京に絞らずに、偵察の範囲を広げた結果、1997年8月27日、彼が大阪市内のホテルを訪問することが判明しました。しかし、この時は中野も同席する予定で、流れ弾が彼に当たってしまう可能性があったため、襲撃部隊には実行を見送るよう命じられます。こうして最初の襲撃を逃したわけですが、すぐにそのチャンスは訪れました。1997年8月28日に山口組総本部の当番に派遣されていた中野会系組員が、匠の行き先が新神戸オリエンタルホテルであるとの情報を入手したのです。ここで彼はすぐに総指揮官である吉野に連絡し、これを受けた彼は実行部隊である豊原、中穂、吉田、川崎の4人と現場指揮役の財津を新神戸オリエンタルホテルに送り込みました。そして財津はホテルの4階にあるパサージュというティーラウンジで匠の姿を確認します。この時、匠は山口組の最高幹部で総本部長を務める岸本才三と副本部長を務める野上哲夫と共に昼食をとっていました。こうして偵察を終えた財津は実行部隊と合流すると、匠はパサージュという喫茶店におる。一緒にいるヒゲの男は歌んでいい。匠だけを撃つんや、身元がわかるものは持ち歩くなよ。捕まっても絶対に何も喋るな。と指示します。そして実行部隊の4名は作業服に身を包み、サングラスをかけてパサージュへと歩き出しました。彼らはほぼ満席だった店内に近づいていき、最高幹部2人と話をしていた匠の元へ向かっていきます。そして十分に近づいたところで拳銃を突きつけ、一斉に引き金を引いたのです。また4人は一度の発砲では終わらず、何発もの銃弾を撃ち込みます。こうして数発の銃弾を受けた匠はその場に倒れ込みましたが、すぐに息絶えることはなかったようで、意識を保ちながら必死に起き上がろうとしました。しかし実行部隊はさらに追い打ちをかけるように銃弾を匠に撃ち込みます。その結果、彼の体には合計7発もの銃弾が命中していたそうなのです。また隣の席に座っていた歯科医師にも流れ弾が当たってしまいました。その一方で匠と同席していた岸本と野上の2人は銃弾を受けていません。このようにして犯行を終えた実行部隊と現場指揮役の財津は現場から逃走していきます。その後、匠と歯科医師は病院に搬送されましたが、匠は至近距離で銃弾を何発も受けたことにより、彼の状態は絶望的で、事件から約1時間後に息を引き取ってしまいました。また、歯科医師も回復することはなく、事件から6日後の9月3日に亡くなっています。その後、若頭である匠が銃撃されたことを受けた山口組は、即座に中野を疑い、この事件が中野会系組員によって引き起こされたと判断しました。また、後日、ホテルの監視カメラの映像からも、実行犯は中野会関係者であることが判明し、総指揮官の吉野をはじめとする襲撃部隊が特定されます。その結果、中野には山口組から破門処分が下されました。しかし、一般人である歯科医師が事件に巻き込まれ、命を落としたことが後に判明し、彼の処分は破門から組織からの永久追放を意味する絶縁に変更されたのです。ですが、この襲撃の裏には中野会だけでなく、驚くべき人物が関わっていたと言われています。もともと暗殺された若頭の匠は多くの事件やしのぎに関わっており、経済ヤクザとしてその名を知らしめていました。しかし、彼は大事な物事について周囲にあまり相談せず、独断で決定して先走る傾向があったようで、それをよく思わない人もいたと言われています。また4代目組長の跡目問題で山口組から一和会が分裂した際、一和会に対して絶縁を意味する偽絶状を送ったのも匠で、これさえなければ山一構想も勃発せず、4代目組長である
竹中正久も暗殺されずに済んだとの声もあるのです。また渡辺が5代目組長に就任して以降、彼はたびたび匠から俺がお前を組長にしてやったんだというようなプレッシャーを受けていたと言われています。実際渡辺が組長になったのは匠の尽力のおかげで、彼の協力なしではありえなかったことです。しかし本来匠はあくまで組長を補佐する幹部であり、親分である渡辺組長を立てなければなりません。それにもかかわらず、彼は渡辺をどこか下に見ているような態度だったのです。また渡辺には組長としての肩書きはあったものの、若頭である匠が山口組の決定権を持ち、その意向が渡辺より重んじられていたと言われています。こうして渡辺は次第に匠の態度が気に食わなくなり、実権も握られている現状に苛立ちが募っていきました。そして彼は衝撃的な行動に出てしまいます。なんと襲撃事件の件で匠に恨みがあった中野に彼を暗殺するように指示したのです。しかし当初の中野はこれを簡単に受け入れることはできませんでした。なぜなら同じ組織の幹部で兄弟関係でもある匠を暗殺するということは当然大罪であり、自身の組織である中野会の存続も危うくなってしまうからです。また当時の匠は糖尿病や末期がんを患っており、誰が見ても長くはない状態だったそうで、匠本人もこれを自覚していたことから近々引退も考えていたそうなのです。しかし渡辺は中野に対して圧力をかけ、今すぐにやれと命令します。また彼は中野に対し、匠の暗殺後は絶縁処分ではなく、それよりも軽い破門処分にして復帰できるようにすると約束しました。こうしてヤクザ社会では組長が絶対とされているため、中野はこの渡辺の命令を受け入れるしかなく、総指揮官である吉野に指示する形で匠の暗殺に動いたとされているのです。しかし実際に中野に下された処分は破門ではなく絶縁でした。やっとの思いで計画を実行したにもかかわらず、聞いていた話と違うと中野は渡辺に電話をかけますが、彼は執行部に押し切られてしもうてな、すまんとだけ答え、それ以降連絡がつかなくなってしまいました。こうして中野はこの処分に納得せず、以降は中野会を独立組織として存続させる意向を示します。そのような状況の中、匠の暗殺計画に関わった組員たちは逃亡生活を始めました。総指揮官の吉野は飛行機に乗り、国境を越えて韓国のソウルにあるマンションで潜伏生活を送っていたようです。しかし事件から1年後の1998年7月6日には、潜伏先である韓国のマンションで変わり果てた姿になって発見されます。これを受けた日本の警察は事件の可能性を考え、韓国から引き渡された吉野の遺体を調査しようとしましたが、この時点で韓国による遺体解剖がすでに行われていたため、日本での鑑定は不可能な状態でした。そのためこの件は現在でも真相は不明なままです。一方1998年10月2日には、捜査員が実行犯の一人である中穂を潜伏先の仙台市で逮捕し、翌年1999年には新たに吉田と川崎を逮捕しました。また山口組によって中野会への報復も同時に行われています。1999年5月18日には山口組系匠組組員が中野会若頭補佐の金山義弘を銃撃して重傷を負わせました。それから約3ヶ月半後の9月1日には、匠組幹部の4人によって中野会若頭の山下茂雄が銃撃されます。それからしばらく経ち、2002年の4月20日、山口組系天野組組員が中野会で副会長を務めていた広田健二を射殺しました。このようにして中野会の幹部たちが次々と襲撃される事件が発生し、中野会は徐々に力を失っていきます。さらに追い打ちをかけるかのように、中野会会長である中野が脳梗塞で倒れてしまい、体の一部に後遺症が残ったことで闘病生活を送ることになったのです。こうして組織のトップまでもが動けなくなってしまい、どうすることもできなくなった中野会は最終的に2005年8月7日に解散します。しかし実行犯の一人である豊原と現場指揮役の財津がまだ捕まっていなかったことから、匠勝射殺事件は終わっていませんでした。警察は中野会の解散後も
彼ら二人の行方を追い続けています。そして事件から9年後の2006年6月30日、ついに4人目の実行犯である豊原を発見しました。しかし彼は変わり果てた姿で、神戸六甲アイランドのプレハブ倉庫内にある衣装ケースの中に遺棄されていたのです。ですが詳しい情報は見つからなかったため、彼の逃亡生活や発見時の状況などは現在も謎に包まれています。こうして残る逃亡者は現場指揮役の財津のみとなりました。しかしすぐには逮捕に至らず、事件発生から16年目の2013年に捜査は急展開を迎えます。なんと捜査本部宛に財津の関係者から彼の居場所が埼玉県にあるアパートの一室であるとの情報が寄せられたのです。これを受けた捜査員はすぐさま埼玉県へ向かい、情報提供されたアパートに財津らしき人物がいることを確認します。ここで捜査本部は入念な準備を整え、6月5日にアパート前で張り込んだことで室内から出てきた財津を逮捕しました。こうして巧み勝る射殺事件に関与した犯人全員が逮捕されたのです。その後財津は裁判にかけられ、2014年3月14日に無期懲役の判決が下されました。また先に逮捕されていた3人にはそれぞれ懲役20年の実刑判決が下されています。一方中野はこの逮捕劇からしばらく経った2018年、後遺症で苦しむ中で行われた聞き書きをもとに、なんと自身の書籍である悲憤を出版したのです。しかしこれに書かれている情報が警察の内部資料と見比べると出生地が異なっているなど、事実誤認が多く記憶は曖昧で明瞭に話せなかったのではないかと言われています。その後彼は療養生活を送っていたものの、2021年1月10日肺炎により享年84歳でこの世を去りました。山口組で最高幹部の地位にありながら、若頭である巧勝の暗殺計画を主導した男、中野太郎。しかしこの事件の裏には組長である渡辺義則が大きく関わっていました。また中野はこのような波乱万丈なヤクザ人生を振り返り、自身の書籍で生き地獄だったと語っています。今回は中野太郎の生い立ちと彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。